嵐の松本潤、40、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜後8.00は8日、第38話が放送され、くのいち、女大ネズミが、第29話、伊賀を超えろ。7月30日以来9話ぶり、登場。豊臣秀吉の空入りに際し、最後の任務を行した。ドラマオリジナルのキャラクターを演じ、 服部半蔵役の俳優、山田孝之、39、との場でも、人気を博した女優の松本まりか、39、が同局を辞てコメント。中学生の時に、千姫、少女時代役、演じた2000年、青い徳川三代以来23年ぶり2回目の、大河縁を振り返った。以下、ネタバレう、リーガルイ。 コンフィデンスマン JP シリーズなどの古さは、大野氏がオリジナル脚本を手掛ける大河、ドラ、62作目。弱小国、三河の主は、いかにして、戦国のを生き抜き、天下統一を成し遂げたのか。江戸、不所大将軍を単独主役にした大河は1983年、徳川、康氏以来、実に40年ぶり。令和版にアップデートし、新たな家康像を描く。 古沢氏は、大河脚本発長。松本は、大河初主演となる。第38話は、唐入り。つい、天下統一を果たした、豊臣秀吉、室尾剛し、は、の狙いを国外に求めた。江戸開発にいそしんで、他、徳川家康、松本淳を、はじめ、初代名を、非全名、屋上に集め、唐入れを命じる。朝鮮に渡ったか、清正。 口上康氏たちから連戦連勝の方が届き、基地は五満越。しかし、家康は苦戦を強いられてるという裏情報を入手。家康が石田三成、中村、これ女と共に秀吉のとこを必死に食い止め、うとしたとき、家康の前に、ちゃちゃ、北川慶子が現れ、とう展開。今や八千国持ちの武将となった、服部半蔵、伝高行は、 五択を並べた挙句、そこまで押せ、ら、仕方ないと戦況を探る最後の忍び働きと承諾。指笛もならないが、おい、の合図に天井か、大ネズミ、松本マリカが現れ、呼んだか、バディ健在。半蔵と、大ネズミは、島津、毛利、小西などの人家、戦地と直に交わしている分を盗み出し、挑戦、目の停滞を家康に報告。 民国が助け立ちし、冬の差もあり、かのち、今頃、地獄の様相を呈していることかと、半蔵とした。特に印象に残るシーン、ハリ、第25回、遥かに遠い夢、6月25日で、セナ、アリムラカを解釈するシーンですかね。反響も想像以上、大きく、とても心に残っています。セナの最後、描く大事なシーン、大ネズミは、 セナとほぼあった、とすらなかったので、初めて台本を読んで台、が解釈すると知ったときは驚きました。半蔵が平、平信康、細田義夫としを大ネズミがセナを解釈しまったが、私たち忍びがなぜやるのか、その意味をつけることが重要だと感じました。この二人に、異な役目を預けた、 古沢さんの意図が絶対にるはずで、それをキャッチできないと演じらないですし、あの素晴らしい台本を自分が書い、ようなことはしたくないなと思いながら、の、ました。との、家康と瀬名が積み上げてきた歴史、見ていないのに、あの場にいていいのか、どう、う、心情でいたらいいのか。でも、かといって、感、敵になるのも違うし、と。でも、自分なりに、と、読み取れたとき、 脚本の素晴らしさを改め感じたんです。殿と瀬名をずっと側で見てき、家診団は、とてもじゃないけど、瀬名の解釈な手できない。逆に適度な距離感を持った半蔵、大ネズミだからこそ、最後を見届けられるんじゃ、いかと。あの日の撮影は、25回まで積み上げてき、殿と瀬名と家診団と、スタッフさんたちの死をすごく強く感じて、いつも以上に熱い空気が出ていました。 セナが振り返って解釈を頼む行った時に初めて目があったのですが、そのを見た時、もう一度彼女の顔を見て確かめた、なりました。それで再度顔を覗く動きが生、出て、セナの表情、目から本気なんだと確信することができて解釈する覚悟ができたという、あのセナの目がなければ私はしゃがんでも一度目を見に行くこともなかったですし、 つけ、できる気持ちにはならなかった。そこまでの、なや、とのや、家臣団のお芝居があったからこそ、まらなくなって、土下座に至ったんだと思い、す。土下座も台本にはありませんでしたが、つけ、した後、そのままその場に居続けることは、どしてもできなくて、思わず、ひれ伏しました。みな、の芝居に動かされていったシーンでした。聴者へのメッセージをネズミというオリジナル、キャラクターを、 皆さんがそれぞれに解釈して、死んでくれたり、たくさんの反響や感想が私、支えになっていました。大ネズミがいいスパイス、慣れていたら、嬉しいです。これまで自分が、自適た役とは、全然違うキャラクターで、日に悩んだ役でしたけれど、この一年間、キャスト、スタッフの皆さんと過ごした時間というの、本当にありがたくて、貴重な時間でした。あら、めで。 本当にありがとうございました。史実か、さらに想像を膨らませた、どうする家康のよ、が、私は大好きです。物語はこれからまだ10回続く、ますので、ぜひ、引き続き楽しんでいただけた、嬉しいなと思っております。次回は、第39話、ふとし、くたばる、10月15日が放送される。